サンダーフォースはテクノソフトが開発したシューティングゲームおよびシリーズの総称。本シリーズは1983年にテクノソフトが開発、発売したパソコン用ゲームソフト、サンダーフォースを第一作とするシューティングゲームのシリーズである。第2作である2は X68000 用ソフトとして発売された後、セガ社のコンシューマーゲーム機。 メガドライブへの移植版がヒットしたことから以降のプラットフォームを家庭用ゲームハードへ移した。それから4まではメガドライブ、V はその後継ハードセガサターンを初出としていたこともあり、2から V まではセガ社製ハード用ソフトを代表する SDG シリーズとして扱われることが多い。このような縁から2016年には本作を含めた テクノソフトの全 IP 資産をセガホールディングスが取得以降の移植作はセガ H の子会社であるセガが発売している。シリーズ35周年を迎えた2018年には頬の移植作がリリースされた。シリーズ累計売り上げは100万本を突破している。愛から頬の物語は銀河連邦と黄金帝国という二大勢力が長きにわたり繰り広げた。 架空の宇宙戦記をそれぞれの時代に存在した銀河帝国最新戦闘機のシューティングファイトという形で描いている。V では太陽系に舞台を移し、そこに銀河連邦の遺物が漂着したことを機に勃発した戦いが描かれる。本シリーズの作品群は数世代のハードウェアにわたって移植されてきたことに加え、発売当時のトレンドやハードウェアのスペックに合わせ、 旧作を移植する際には、同じナンバリングソフトであってもゲーム内容にアレンジが加えられることが多い。また、同社のスタッフの入れ替わりが多かったこともあり、同じシリーズであってもゲームシステムや方向性は異なる。一方、壮大な背景設定、複数の武器を使い分ける攻略要素、八方向、上下左右、多重スクロールといった卓越したスクロール技術が盛り込まれていることは、 共通している。なおテクノソフトはパソコンソフトを起源としていたこともあり、グラディウスなどのアーケードゲームを初出とする手のシューティングゲームと比較するとアーケードゲームへの展開は積極的ではなく2019年時点においてサンダーフォース 3AC がリリースされたのみとなっている。第一作であるサンダーフォースがゼビウスのようなシステムだったのに対し2以降においては 横スクロールシューティングゲームとしてのシステムが採用されている。強制スクロールのステージをショットで敵を倒しながら進んでいき、ステージ最後に待ち受けるボスキャラクターを倒すとステージクリアとなる。サンダーホースを特徴づける独自のシステムとして専用ボタンを押すことで発射するショットが随時変更ができる点がある。ショットは前方に連ショットと前後ショットを 初期装備しており、アイテムを入手することで最大5つほどの武器を装着、変更できる。各作品で装備は異なるが、ほぼ全作品に登場している、高齢武器に、敵機を自動追尾する大量の円形弾を発射する、ハンターがある。また、アイテムを入手することで時期の周囲を回転するオプション、クローを装備する。クローは、時期と同じショットを発射し時期のパワーアップになるほか、 劇団を防御するバリアとしての効果を兼ね備えている。また、時期のスピード変更、サンダーソードやオーバーウェポンといった強力な特殊攻撃など、追加システムも作品を減るごとに実装されている。また、時期のショットは一部作品を除き連射ショットが標準装備されている。撃墜されると、その時装備していた、強化武器やクロー作品や難易度によっては、 初期装備以外の武器すべてが失われ、残機がある場合は、新しい機体が続けてその場に投入される。発売当時流行していたビデオゲームゼビウスをベースに、ゲームシステムを8方向にスクロールに拡張した仕組みになっており、ショットは対空、対地の2種類が用意されている。ステージ内に点在する指定目標を破壊することで、ステージ後半が開始。 要塞中心部を破壊すると次のステージへ進む。同じソフトウェアではあるが、各機種の機能を生かした移植が行われている。メイン BGM は SR 版ではロッシーニのウィリアムテル除曲が用いられている。X1 と MZ-1500 では、スタート時に内蔵音源による音声合成で3段ーホースと喋る演出もあった。 X1 と MZ-1500 は PCG を持ち、グラフィックスプレーンと背景との合成ができたこともから、8色で高速スクロールするゲームとなっており、4で見られるタイトルのスクロールは、X 一般が元になっている。それ以外の8ビット機種については、グラフィック画面内での合成が必要となり、当時の CPU 処理速度に合わせ背景を4色とすることで合成。 描画処理を軽減している。またそれらの機種では、スクロールの速度が遅くなることから敵弾が増加している。SR 版では、ゲームスタート時に、トップビューへ角度が変わりゲーム画面になる演出が追加された。制作者は、吉村伊沢生であり、吉村の作成した他のソフトウェアと、名称、世界観などに共有している部分がある。吉村は、通の、 発売前に退社し、アルシスソフトウェアを起こしている。応オオン太陽系での戦闘で不利な戦いを強いられる。連邦は、エイドラファーンへ、爆撃宇宙艇、ファイア・レオに登場して、小惑星を改造した敵の長巨大基地、ダイラ・デーザーを破壊するよう命じる。ファイア・レオに登場した、エイドラは、死闘の末にダイラ・デーザーの中心核であるダイラを、破壊する。 ライターの佐々木純はゲーム開始時にサンダーフォースと喋る演出が存在する等の理由から最初に発売された X 一般が一番印象に残っていると秋葉 PC ホットラインに寄せたレビューの中で振り返っている。サンダーフォース2は1988年10月に発売された X68000 用ソフトでありシリーズ第2作目にあたる。 X68000 版発売の翌年には、メガドライブ用ソフト、サンダーフォース 2MD が発売された。本作は、I のシステムに加え、当時流行していた、グラデウスや、R タイプといった、パワーアップ型横スクロールシューティングの要素を取り入れ、8方向に2スクロールと横スクロールが混在した、ゲームシステムとなった。本作の操作体系は8方向移動と2ボタンである。 本作よりアイテム回収によるパワーアップ要素が追加された。獲得した装備はボタンでいつでも切り替えることが可能。時期が撃墜された際に利用していたパワーアップはすべて失う。難易度設定も可能になり e ージーノーマルハードベリーハードの4段階となっている。全6ステージ構成。ステージが2部構成となっているのが特徴で前半が 前作同様の28方向スクロールのトップビュー、後半が強制横スクロールのサイドビューとなっている。トップビューのステージに比べ、サイドビューのステージは難易度が高い。トップビューステージは目標物を破壊しないことで永久プレイが可能なため、ステージクリア時間に応じたボーナス点が入るようになっている。BGM 作曲は、それまでの多くのテクノソフト作品でも作曲を、 担当していた大谷智美。み。1989年に発売されたサンダーフォース 2MD は容量の違いにより、X68000 版のステージ3前半とステージ4後半がカットされているが、MD 版ではトップビューとサイドビューを別々の面としてカウントしているため、表記自体は全球ステージとして扱われている。また、操作体がボタン制となり、 ショット以外の2つのボタンで武器を左右に切り替えることが可能。加えて全体的な難易度が下げられており、難易度設定もトレーニング、ノーマルハードの3段階に減少している。この他にもグラフィックの調整や一部武装の差し替えが施されているほか、X68000 版ではトップビューで表示可能だった全体マップが削除されている。 メガドライブへの迅速な移植はアーケード版と遜色ない完成度を持つグラデウスが付属した X68000 が前年に発売されたのに加え X68000 版2の開発のノウハウが活かされたことによって成功した。また、メガドライブに移植されている 音源チップ YM2612 が PC-8800 シリーズの後期型に搭載されていた YM2608 と同系統だったこともサンダーフォース 2MD の開発に役立てられた。海外のみのメガドライブ互換アーケード筐体であるセガメガテックシステムの専用カートリッジにも1989年にサンダーフォース2としてラインナップされており、 三段ホース AC よりも先にアーケードデビューした形となる。なお、内容やカートリッジの形状はメガドライブのものと同じだが、ピンアサイン等の仕様がメガドライブと異なり、家庭用では起動できない。皇帝カウスが率いる王音帝国の長兵器戦闘要塞プレアレオースにより、銀河連邦最高の防衛力を誇る惑星レダが突如消滅した。 銀河連邦軍は、惑星ネピュラの空間ドックにいる、プレアレオス破壊作戦、サンダーフォース2を発動した。ファイアーレオの後継機にあたる複雑型、特殊戦闘爆撃機ファイアレオマイナスレニークセリザが開発され、銀河連邦軍のエースパイロットである、ライドエージュピター隊員が、パイロット、ディアナリーン上位がナビゲーターとしてそれぞれ登場し、戦いに挑む。そして、 エクセリーザは惑星ネピュラの第5層の空間ドックに駐留しているプレアレオースを破壊する。武器説明武装名の左の文字は X、X68 キロ版専用、M、メガドライブ版専用の武装であることを示し、説明文の左の文字は T、トップビューメン、S、サイドビューメンでの性質を指す。惑星、ネピュラは5層構成となっており、 トップビューとサイドビューで構成された一つの層をクリアするたびに地下へと進む。X68000 初期のソフトで強力なグラフィック機能を生かした30スクロールの美しい画面や派手なサウンド、女性の音声をエフェクターで加工したサンプリングなどが注目を浴び、X68000 初のオリジナルシューティングゲームとしてヒットを記録した。また、メガドライブ版は アーケードゲーム並みの完成度の高さが、メガドライブのユーザーたちを引き付け、ヒット作となった。本作の開発スタッフの一人であった、アライナ井直介は、当時は、インターネットなどはなく、雑誌での評価やユーザーさんからのアンケートはがきでしか、反応を知ることができませんでした。当然僕らも、アンケートはがきに目を通していたのですが、サンダーフォース 2MD 発売後はそれまでとは、 桁違いの量のハガキが届いたことを覚えています。と、ファミツーとのインタビューの中で振り返っている。また、メガドライブの製造元であるセガの社長だった佐藤秀樹は2016年のセガ 3D 復刻アーカイブス3ファイナルステージのステージイベントにて、ある意味テクノソフトさんがメガドライブを育てたんじゃないかと思いますと語った。メガドライブ版の大ヒットを機にテクノソフトは PC 用ゲームのソフトハウスからメガドライブ用ゲームの開発会社へと方針を切り替えた。評価ファミ2においてメガドライブ版は40点満点中28点が付けられたイギリスのゲーム雑誌ミーンマシンにおけるメガドライブ版のスコアは82%である。同志のレビュアーの一人であるマットは2はすごく楽しめるしばらくの間は でもプレイが非常に限られているからすぐに飽きちゃうだろうと述べており2種類のスクロールセクションがあるというシステムを評価しつつもメガドライブの可能性を広げるようなものではないとしているまたマットはサウンドを評価しつつもグラフィックについては改善の余地があるとしている同士のもう一人のレビュアーであるジュリアンも重厚なサウンドを評価する一方でグラフィックがいまいちだったと マットと同じ意見を述べている。シリーズ第3作となるサンダーフォース3は1990年6月8日にメガドライブ用ソフトとして発売された。1990年にはアーケード版であるサンダーフォース AC が稼働した。また、1991年には AC を元にしたサンダースピリッツがスーパーファミコン用ソフトとして発売された。 シリーズ第4作目となるサンダーフォース4は1992年7月24日にメガドライブ用ソフトとして発売された。2018年9月20日にはニンテンドースイッチ版が配信された。サンダーフォース V は1997年7月11日に発売されたセガサターン用ソフトであり、シリーズとしては1992年以来の新作である。 通常版のほか、2、3、4の曲のアレンジとメドレーを収録した音楽 CD、ベスト・オブ・サンダー・フォースを同梱した、サンダー・フォース V スペシャルパックも同時発売された。本作では、従来のシステムを踏襲した横スクロールシューティングゲームでありながら、前編ポリゴンによる美容画が行われ、大型機との合体シーンや、敵艦隊、前作の機体と交戦する場面など、 随所に派手な演出を取り入れている。こういった大幅な見た目の変化に対し、演出、BGM 等に旧作由来のものを多く取り入れている。システムは概ね、法を踏襲。新システムとして、特定のボタンを押している間に、クローの耐久力と引き換えに強力な攻撃を行えるオーバーウェポンが導入された。また、敵を早く倒すことで獲得スコアが、 最大16倍まで上がるハイテンポボーナスと敵、敵弾、障害物等と隣接することでスコアが加算されるスクラッチボーナスを採用。これにより敵弾をギリギリで避けつつオーバーウェポンで素早く敵を倒しハイスコアを狙うというプレイスタイルが生まれ爽快感と緊張感を持たせている。操作系についても従来と同様に武器を順繰りに切り替える。 セレクトモードに加え、各ボタンに武器を振り分けることで、直接的な武器切り替えができる、ダイレクトマッピングという2種類の操作モードが用意された。難易度は、キッズ、ノーマルハードマスターの4段階。エンディングは、マルチエンディングになっており、最終ボスを3、携帯すべてハイテンポボーナス時間内に、撃破できるかどうかで分岐し、制限時間内での撃破が、真のエンディングにあたる。 また、ノーマル、ハードを新 ED でクリアした場合には隠し要素が解禁になる。当時、シューティングというジャンルは対戦格闘ゲームブームの影響を含めた諸々の事情で全体的に体調気味であったが、SS 版はセガサターン専門誌、セガサターンマガジンの発売中の全サターンソフトのユーザーランキングで、他ジャンルの作品に打ち勝ち6週連続で1位を、 獲得している。このことは、後に、プレイステーション移植版を発売するときの大きな、宣伝文句となった。SS 版の翌年、プレイステーションへ移植されている。SS 版との違いは、騎士官の相違点で口実。もともとメガ CD 向けに開発される予定だったが、諸事情の関係で、セガサターン、プレイステーション向けのソフトとして開発された。前作同様、 新しく入ってきたスタッフたちは、ブラストウィンドやハイパーアデュエルの開発で経験を積んだ後、V の開発に取り掛かった。音楽本作の音楽は99百太郎が手掛けており、HR、HM を主体とした曲調で、BGM 演奏には、ミリオンドーランド SC-88 プロによる外部録音の BGM を使用している。セガサターン版は、 CDDA 再生、プレイステーション版は CD r o m ソ再生。また、旧作の曲やフレーズを随所に盛り込んでいる。本作で使用されたシリーズの楽曲は下記の通り。プレイステーション版、サンダーフォース V パーフェクトシステムには以下の変更点が存在する。22世紀初頭の明王星外部にて、現人類の水準をはるかに超えた技術によって建造された。 戦闘兵器が発見される。人類はそれをバスティールと名付け、その技術を用いた機械軍の開発を行う大型無人人工島、バベルを建設し、その管理を人工知能、ガーディアンに任せ、しわしの繁栄の時代を謳歌する。しかし、西暦2150年、突如、ガーディアンは人類からの独立を宣言、全地球圏に戦線を布告した。 劣勢に回った人類は、友人のバスティールのレプリカ、超高機動小型戦闘機、RVR-01 ガントレットを開発する。そして、バベル及び、ガーディアン破壊のために結成された、特殊戦闘機部隊サンダーフォースによる作戦が、開始された。機体説明パイロット従来シリーズに習う、標準兵器、追加装備に加え、本作の特徴である、 オーバーウェポンで構成される。ツインショット、バックショット以外の兵器は、アイテムの取得によって装備され、撃墜されることで失う。すでに所持しているアイテムを取得した場合は1万点、加算される。全7ステージ構成。前作までと比較すると、当たり判定がある地形がほとんど出現しなくなっており、地形を利用した仕掛けは、かなり少なくなった反面。 敵の種類や攻撃パターンを豊富に用意したり、背景グラフィックの演出に力を入れるといった工夫がなされている。なお、ボスキャラクターの一部の名前は実在のロックバンドなどから取られている。テクノソフト関連の判権の所持者の許諾を経て、セガから正式に発表された約11年不利の続編であり、セガ最後のプレイステーションに用ソフトであった。企画は、ゾルゲール・アキラ。 開発元については、事情があって明かせないとして公表されていない。ビデオゲームバー、16ショッツの2周年記念イベント、東京芸大や、イン派による、インターネットラジオ番組、違いのわかるラジオ第27回では、ガルチが関与していることが口頭で説明されているが、エンドクレジット等に明示的な表記が一切なく、どの程度関与していたのかは不明である。最初に、 本作の存在を示唆したのは、版権所有者サイドだった。後日する、ブロークンサンダーが発売された直後、テクノソフトのウェブサイト跡地に、サンダーホースの著作権を保持していることと、サンダーホースの復活を示唆する内容の平易な、英文が掲載された。そして2008年7月初旬、その文章はより直接的な内容へと変更され、同時に、 サンダーフォース6の発売を正式に発表。合わせて、株式会社、セガのウェブサイト内に公式サイトが作成された。当初は、スペルミスも見られ、ほぼ情報のない、ニュースリリースに合わせ慌てて作ったようなサイトで、追って、情報や、プロモーションムービーが公開されていった。同プロデューサーの作品、セガガガにゲーム内ゲームとして収録されている、シューティングゲーム、 R720 と同作で見ることができるサンダーフォース6イメージムービーに登場するシリンクスが本作の時期として登場しているが本作は R720 はもちろんこのイメージムービーとも全く別内容のものである BGM は玉代、古川元明、佐藤つよしら他社シューティングに代表作を持つ作曲家を揃えている過去作 BGM のアレンジは 多くのセガ作品に参加した金子剛が担当したが当初は隠れ面という設定でセガガガのアレンジ1曲での参加だったらしいその後オファーされオリジナル曲を作ったが折り合いがつかず一度参加を断っている断った後アレンジの依頼を再度され現在に至る前作のアレンジについては金子にとっても不本意だったらしい 2008年のイベントの中で、ゾルゲールは最初に公開した、プロモーションムービーの SE が貧弱であるという指摘があったことを明らかにし、製品版では、ちゃんとした効果音が鳴っていると主張したが、製品版でもほとんど変化はなかった。人工知能、ガーディアンの暴走から10年、オン・ファウストと名乗る勢力が地球を襲撃する。かつて人工知能、ガーディアンを生み出し、 地下深く厳重に封印されていた地球外文明の残骸、バスティールの発する警報を解析したところ、彼らに対抗するためには、はるか外宇宙の連邦本性に救援の手を求めるしかないという。オーン・ファウストの猛攻の最中、封印を解かれたバスティールを組み込まれ、新たな武装強化をされた新型機 RVR-00 フェニックスは、 バスティールの記憶阻止に残された4つの宇宙座標のみを頼りに地球人類にとって未だその実在すら定かではない銀河連邦の本性を目指して飛び立った。システム面はスクラッチボーナスとダイレクトマッピングは廃止されているものの基本的に部位を踏襲している。オーバーウェポンは前作から大幅に仕様変更され、 敵を倒すと発生するエネルギーを吸収することでエネルギーゲージをためボタンを押すとゲージ1本を消費しきるまで発動し続けるようになっている。また発動中にオーバーウェポンボタンを再入力することで攻撃力、効果範囲をさらに拡大する重ね打ちも最大3発まで可能。さらにオーバーウェポン使用時には 敵の通常弾を打ち消す能力が付加され、緊急回避にも用いることができる。ただし、発動中無敵になるわけではなく、加えて、時期の速度が最低速度に強制変更されるため、敵の体当たり攻撃などが避けにくくなるというデメリットもある。また、本作の時期、フェニックス及びシリンクスは、初期状態の段階で、すべての武器及びクローを装備しており、 撃墜されてもそれらが失われることがなくなったため難易度が軽減されている。なお、核式体である LineXR はアイテム取得によるパワーアップや撃墜された際に装備を失うという従来通りの仕様となっている。難易度は Kids EG ノーマルハードマニアックの5段階。全6ステージ構成。BGM が流れなくなる単純な作業で 理論上無限に得点が加算される、タイムアタックモードで、ポーズボタンを連打すると、クリアタイムが短縮される、ミス時に次の時期が出てこなくなると、ゲームプレイに重大な影響のある不具合も、複数確認されているが、現在公式から言及はない。機体説明パイロット説明文の左の文字は、P、フェニックス、S、シリンクス、R、ライネックス、R、 での性質であることを示す。ゲーマーが市場の読者が新作ゲームに点数をつけるコーナー最新ゲームソフト満足度ランキングでは2009年2月号で初登場再開という厳しい評価を受けその後は10ヶ月連続再開記録を達成した。また同年11月号の特集記事満足度ランキング横丁の期待外れだったゲームアンケートでは首位となり キャプションにて、かつてのデスクリムゾーンを彷彿とさせる評価を受けたと評された。これらを受け、同誌2010年8月号増館の特集記事、名誉名作特集、満足度ランキングスペシャルでは、本作が不名誉名作として紹介されている。2012年発売のシューティングゲームサイドボリューム0にて、サンダーフォースシリーズの特集記事が組まれた際には、 シリーズの一作でありながら全く紹介されなかった。旧作のセット移植版であるサンダーフォースゴールドパックは1996年にセガサターン用ソフトとして2巻に分けて発売された。このうち 2MD と3を収録したサンダーフォースゴールドパック1は1996年8月27日に発売され AC と4を収録した。 サンダーフォースゴールドパックには1996年12月6日に発売された。いずれのソフトも難易度をより下げて遊べるモードやアレンジサウンド、オリジナルムービーが追加されている。3のボスキャラクターの耐久力がオリジナルの半分程度に設定されている方の BGM テストからおまけ曲が削除されている等、いくつかの相違点はあるものの、ゲーム自体は 基本的に忠実な移植となっている。また、ゴールドパックに収録の4では、オリジナルの欠点である、激しい処理落ちが、ほぼ解消され快適にプレイできるが、必然的に難易度は上昇している。そのためオリジナル同様の処理落ちを再現する、ウェイトモードも実装されている。また、 AC の時期であるスティュクスが隠し時期として追加された。武装も AC のものが使え、基本武器の性能の高さにより、前半はライネックスよりも優位に進められる反面、サンダーソードは使用不可であるため、後半の難易度は向上する。エンディングの脱出シーンは1枚絵に置き換えられているが、エンディングで表示されるメッセージ、グラフィックはライネックスのままである。 ゴールドパック1では BGM を CDDA 形式で収録しているため、1ループで頭出しのために途切れてしまうほか、特に2で効果音が大量に削除されている。ゴールドパック2では BGM を内蔵音源で再現し、ループ時に途切れることはなくなったものの内蔵音源の違いによる音質の変化が見られる。テクノソフトより通販でオリジナルグッズが販売されていた。 通信販売業務終了後はメッセ産王にて在庫が販売されていた時期もある。2010年6月よりテクノソフトサイトにてストアがオープンし他の商品も含む当時のグッズが復刻販売されている。同時に一部商品の価格改定が行われた。テクノソフト以外からも下記の商品がリリースされる。テクノソフトがゲーム開発事業から撤退した後、 9900、タロによるサンダーホース6のイメージサウンドトラックブロークンサンダーが2001年に雑音工房ノイズから同人流通 CD として発売された。雑音工房ノイズプロデューサーの長崎しげるは、これを機に V 以降の物語を独自に創作した2次、創作ゲームの開発を計画するも中断。その後、長崎はノブラウンズ代表を経て、 有限会社ファクトリーノイズ &AG を設立、挫折したゲーム開発を再び目指すプロジェクト、ブロークンサンダー、プロジェクトサンダーフォース6マイナスを発表。外部スタッフ等も募った末、2007年に Windows 用の導入ゲームソフトとして発売にこぎつけた。通常版とともに、ゲーム中 BGM を収録した、オリジナルサウンドトラックが同封、限定画像。 動画も収録された、限定版も発売された。しかし、その内容は製品に開発時間が足りず、当初想定していた要素の3分の一も入れ込むことができなかった、今後アップデートを予定しているという旨のテキストが、同封されるほどの不十分な完成度だった上、発売後に公式ブログ上で、長崎がもともとパッチによるアップデートを想定した内容で、 未完成品ではない等と発言したため誤解と混乱を招いた。購入者の未完成と知っていたら購入しなかったという訴えからファクトリーノイズ &AG が郵送による返品・返金受付を行い販売委託をしていた虎の穴は販売を停止した。その後アップデート作業の中止発表に伴い虎の穴全店で2007年7月から1ヶ月間の 返金が行われた。この一件から数ヶ月後、ファクトリーノイズ &AG の公式サイトや、公式ブログが未検出状態となり、以後何の反応も見られない。雑音工房ノイズ及びファクトリーノイズ &AG が、音楽シリーズプロジェクト名に、サンダーホース6の名称を使用したことや、虎の穴の宣伝により、ブロークンサンダーは、テクノソフトによるシリーズの続編と誤解を持たれることも、 多かった。ブロークンサンダーは、サンダーホースの権利者の許可を得ておらず、独自に商標を取得した商品である。なお、スタッフのうち、かつて、テクノソフトで、サンダーホースシリーズの開発に携わっていたのは、BGM 担当の山西理事と99百太郎の2名で、ある。小説連動企画として、木島吉氏の手による、小説、 ブロークンサンダーコンストラクションが2006年9月から2007年4月まで虎の穴で配布されているフリーペーパー虎通市場で連載されていた。なお、製品の DVD ロムにもテキスト形式で全話収録されている。ストーリー聖暦2151年1月、ガツ近く解析で発見された兵器群の稼働によって勃発した令和級運戦役は 銀河連邦と地球統合軍の交戦、共闘を経て、多大な被害を生みながらも集結。人類は、つかの間の平和を得た。しかし、同年10月、ガツ遺跡技術を掌握した一部軍属の士兵隊、メフィストは、地球全土にナノマシンを、散布、ガツ規定からの指令をもとに、地上の人間の自我を奪い去る。そして、メフィストの操り人形と化した。 人類同士による争いが始まり、地球圏は混乱に包まれた。唯一、地球を挟んで月と対角を結ぶ衛星軌道上に待機していたため、その影響を受けなかった遊撃部隊アークスは超高軌道小型戦闘機部隊13コンストレーションズを中核に据えた地球上のナノマシン指令中継基地強襲作戦を開始する。 機体説明部、機説明部装名の左の文字は S、サイレックス専用、B、ブレーザー専用であることを示す。ありがとうございます。